水戸浜地区各駅の関係済みと駅は愛媛県松山市山杉町にある伊予鉄道高浜線の駅である。駅番号は異例4。伊予鉄道発足当初は当駅が終点であった。絹山駅、小町駅とともに高浜線の交通結節定に指定されている主要駅で駅前にはループバスが乗り入れている。緊急時の区間運転では折り返し駅となる。 1930年頃の水戸駅、高内小町駅、松山市駅と共に四国で最初に開設された鉄道駅の一つである。しばしば四国最初の駅とされる丸亀駅、田土津駅、善通寺駅、琴平駅よりも開業は早い。夏目漱石の小説、坊ちゃんでは四国に着いた坊ちゃんはこの駅からマッチ箱のような汽車と表現した坊ちゃん列車に乗っている。 島式ホーム一面と短式ホーム一面を組み合わせた二面二線を持つ地上駅で有人駅。かつては二面三線の形態であったが、三代目駅舎建て替え時に島式ホームを拡張し、短式ホームと同じ線路に面する現在の構造に変更された。短式ホームは通常は閉鎖されており、水戸浜花火大会などで臨時使用される。 三世駅よりに渡り線があり、高浜線において人身事故や信号トラブルなどが発生した場合、当駅または小町駅での折り返し運転を実施する。旧三戸駅舎は老朽化していることに加え、耐震性強化やバリアフリー対応、さらに駅前広場にバスの乗り入れを可能とする改良工事の必要性が高かった。そのため、伊予鉄道では当駅を 交通結節点に指定し改築工事を計画したが、歴史的価値の高い旧駅舎の保存を求める声が、付近の住民を中心に高まり、一時は旧駅舎の保存を求める署名が2500名分集まる住民運動に発展した。2005年6月、伊予鉄道、地元住民と松山市、それに学識経験者などをメンバーとした、ミッド駅舎検討ワークショップが発足し、 同年12月に現役者のイメージを残して改築という方向で合意した。建築基準法や駅前広場の整備との関係で保存が困難であったことが要因である。その後、いよ鉄道は2007年5月の検討ワークショップで改築プランを公開し、2008年夏に始まった改良改築工事を経て2009年2月5日に新駅舎が完成した。 初代駅舎初代駅舎は開業時から昭和初期まであったとされる。このことは当時の水戸浜町役場が作成した水戸の面影に掲載されている写真により推測されている。二代目駅舎2008年に解体された旧駅舎は昭和初期の建築とされ、アールヌーボー風のエントランスやハンモッ骨作りと呼ばれる独特の建築様式が利用者や市民に親しまれていた。 1931年頃に高浜線が全線電化、複線化され、この頃の建築とする説がある。三代目駅舎2008年4月から工事を始め、2009年2月5日、竣工した。走行費は2億800万円。従来の西口に加え、東口を新設。トイレの水線化及び多目的トイレの設置など、全体的に、 バリアフリー化が図られている。鉄筋平屋建てで建築面積は約120平方メートル。前駅舎よりに回りほど小さくなった。前駅舎の存続を希望する声に配慮して、前駅舎の木材を一部利用したり、デザインの特徴であったアールヌーボー風のエントランスなど、二代目駅舎の雰囲気を残す建物となっている。百九十八年時点では二千七百人。 日の発着人員があり、松山市駅を除く高浜線内では1位であった。その後の利用者数は減少が続いていたが、現在はリニューアル工事完成前の2007年のおよそ1900人と比べて増加に転じている。三代目駅舎の新築と同時に東口が新設され、駅前にはバスロータリーが設置された。当駅と病院。 大山寺や JR 水戸駅前を結ぶ水戸ループバスが開設され発着している。なお、このバス路線の新設により高浜線と並行していた伊予鉄バス高浜線が運休になるなど、一部バス路線が再編された。ありがとうございます。